ードプレゼンツ、出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。はい、皆さんこんにちは。出会いは奇跡の今日はですね、今毎週役者さんですとか来ていただいて、いろいろお声をいただいていたんですけど、今日はですね、スタッフのカメラの担当をしました大岡アメイちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大岡アメイと申します。はい、ちょっと簡単に軽く自己紹介をお願いいたします。はい、大岡アメイです。年齢は、23歳で、出身は神奈川県です。今回、カメラマンとしてお仕事させていただきまして、まあ、普段も YouTube の撮影現場にカメラマンとして出させていただいたりですとか、あとはフリーモデル、アナウンサー、ライバーとして活動してます。レナと会社もね、一緒に今年立ち上げさせていただいて、はい、本当にこれをいろいろお世話になっているのでございます。でしたね、はい。大岡アメイちゃんなんだけど、大きい丘に愛する明るいと書きます。ラジオをご覧の方、3年前でしたっけ、グランプリ取ったのは。ミスサークルコンテスト、ね、ミスサークルコンテスト2019年ですね。ちょっとグランプリ取っている方です。ラジオを聴きの方は YouTube に移動していただいて、お顔を見ていただきたいと思います。23歳。ちょうど30歳下ですね。僕が53なんで。あ、じゃあもうぴったり30。ぴったり30ですね。そうなんです。1968年生まれなんで。ぴったり30ですね。ほんとだ、ほんとだ、ぴったりだ。しかも同じ12月で、僕が 3日生まれと。カメちゃんが14です。4。なんかね、あとほとんど近しいものが。いてがで近いですね。ね、近いです。本当になんかそんな年の差を、はい、なんだろう、いい意味で本当に感じないというか、僕が精神年齢がすごく幼稚なんで、ちょっとそういう、まあ、そうエルビッシュではあるなって本当に。そう、いやいや、なぜか、自分でもあんまりよく理解できていないという、なんか本当に53なんだろうかと思いたくないよ。なんかもう若々しい、それが若々しくある秘訣なのかもしれないですね、うん、エネルギッシュで何にでも挑戦するから、アレンさん、うん、もうこの顔で良かったと思ってます。僕がイケメンでいい感じだったらちょっと大変だったかもしれない。大変だったかもしれない。いやいや、なんか違う話になろうとしてるので、まずこの出会いは奇跡の、はい、ね、ほんとカメラ、私もカメラやったんですけど、一緒にね、ほんとお世話になりました。ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございました、こちらこそ。はい、私はほとんど初めての体験だったんですけど、監督もカメラもほとんど初めてということで、まあちょっとね、一緒にそばにいただいて元気づけられました。しました。はい。なんか今回5日間の撮影を通して、まあ出会いは奇跡のこの台本、まあ先に生まれたと思うんですけど、どうでした、僕とカメラの仕事を一緒にするっていうのは。いやー、もうそうですね、もうすごいやっぱり。新鮮な部分が多いというか、うん、なんだろう、本当なんかタイトルの通りの出会いがいっぱいあったというか、タイトル通り、うん、皆さんも感じてると思うんですけど、その出会いは奇跡の出演された、うん、まあ、スタッフさんだったりですとか、うん、まあ、役者さん、みんな感じてると思うんですけど、うん、まあ、本当に、まあ、出会いは奇跡だなっていうのを感じられる現場だなって思いました。もうね、本当今までの対談コーナー週1で、まあ、ほとんどの役者さん、うん、今終わったんですけども、今終盤なんですけど、うん、毎回毎回
なんか口裏合わせたように、あの出会いは奇跡、本当出会いは奇跡でしたっていうのと、現場がアットホームだったっていうふうに言ってたんですけど、アメイちゃんは実際この映画の撮影のカメラっていうのは初めてだったと、まあ、聞いたんですけど。いや、そうです、映画は初めてでしたね。あの どうでした、その撮影現場の雰囲気。雰囲気、そうですね、なんかこうやっぱ人がめちゃめちゃ多いんですけど、多かったですね。なんかすごい多くて、でもなんか多いけど、でも皆さんそれぞれが本当に皆さん優しくて、本当に一人一人がなんかもう輝いてらして、本当にアットホームな、ね、うん、環境を作っていただけて、カメラとしてもすごくやりやすかったな。やりやすかったですね。はい、うん、よかったです本当。ねえ、まあ、あの5日間の撮影のうち2日間はね、まあ、あと一人いらしたんですけど、カメラ、うん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 、なんかうまくできたかなと思っております。あの、うん、アメイちゃんはこの台本読んでどうでした？台本読んで、なんかイラストレーター根本真子のね、そのあれですよ、ね、なんかこうやっぱりこう今となってはね、やっぱ根本真子さんすごく、なんだろう、こうすごい可愛らしい絵を描いて、なんかすごい表情だとなんかすごい成功って言ったらあれなんですけど、うんうん、なんか教科書にも載って、あ、なんかすごい人だなって思ってたんですけど、うん、やっぱ台本読んで、なんだろう なんかすごい共感したというか、なんだろう、うん、なんかやっぱ私ももちろん引っ込み思案な部分もあるので、うん、まあ、なんかこういう面を持ってる人でも、なんかこう前を向いて、なんか徐々に成長していくことってできるんだなって、なんかこう背中をそっと後押ししてくれるような、まあ、なんだろう、物語だなっていうのをすごく思いましたね。ノンフィクションっていうのもあるので。ああ、そうなんですよ。あ、うん、今のことはちょっとね、今日はちょっと根本真子がいなかったので伝えておきます。きっと喜びます。すごい素敵ですね。私も絵好きなので、なんかすごく、うん、そうですよね、ほっとしました。はい、うん、もう根本真子の場合は何もできない過去が、なんか自分がね、本当嫌になるぐらいの嫌な過去だったんですけど、多分真逆だと思うんですけど、アメイちゃんと性格は。それでも諦めずに、うんうん、諦めずに生きていたという。、ね、うん、そこに、まあ、いつかは何か光が来るんではなかろうかということでいたんですけどね、うん、はい、本当人生何が起こるかわからない、うんうん、分からないですね。だからもうちょっとこう、なんだろう、頑張ろうって思える、そんな作品になってる、うん、そうですね、と思います。はい。あの、実はね、アメちゃんもね、絵を描くんですけど、あの、はい、あれですもんね、一回ね、一緒に、まあ、一冊出したことあるんですけど、そうですね、絵描くの好きだもんね。あ、そうそう。あ、ありました。泥棒さん、ありがとう。泥棒さん、ありがとう。これね、レンさんと一緒に書かせていただいた絵本ですね。そうですね。うん。あの、うん、ちょっとね、タッチが違うけどね。あの、やっぱ可愛いですよね。あの、うん。あの、どんどんその、絵を描くのも好きなので、ね、また、この分野でも頑張っていただきたいと思います。いやー、頑張りたいなと思ってます。うん。これからです。はい、これからです。これからです。お三方にちょっと下向きに頑張ってみようかなって、はい、思いました。なりましょう。うん、はい。あの、今の活動とちょっと PR をこの場でおっしゃってください。はい、大丈夫ですか？うん、はい、そうですね。普段の活動としては、うん、まず、ライバーとして活動しております。うん、今はミコライブというアプリで、はい、進めています。で、まあ、モデルとしては、うん、まあ、あの、撮影、プリモ撮影会っていう撮影会を、うん、まあ、自分自身で企画して、まあ、モデルさん集めて、で、カメラマンさんも集めて、こう、開催するみたいなね、イベントをやっていますので、うん、モデルさんとかカメラ、興味ある方、ぜひぜひ、お声掛けいただければなと。そうですね。はい。そのビゴライブのライブ配信と、インスタグラム、うん、が主ですよね。あの、あ、ちょっと今ね、こちらの方に あるんですけど。あ、本当ですか。こっちか、こっちですかね。今、はい、QR が載ってますので。あ、
入ってきていただいて、はいはい、ご覧になっていただきたいと思いますので、はい、必ず見てくださいね。よろしくお願いします。レンさんと一緒にねライブ配信の会社を立ち上げたので、そうです、うん、はい、まあ、何かちょっと副業したいよって方だったり、まあ、自分の夢に ねそう向かいちょっと向かっていきたいって方はね、うん、ぜひぜひちょっとお話できればなと思います。うん、もう会社作って今4ヶ月5ヶ月ぐらいになるんですけど、うんうんうん、まあ、このライブ配信はちょっとね、まあ、ライブ配信っていう、まあ、大体先入観皆さんお持ちだと思うんですけど、うん、いろんなことが実はできるので、そうそうそう、面白いと思うんですよね、うん、なんかこう、うん、前の世代の YouTuber みたいな感じでこれから結構ライブ配信来るって、うん、言われてるので、そうですよね、うん、本当可能性がまだまだたくさんある市場で、まだ人の参入も少ないので、今ならチャンスっていうのはすごく思いますね、うんうん、そうですね、はい、ぜひライブ配信も、ね、お願いできればと思っております、うん、ぜひぜひ、はい、ちょっと話戻るんですけど、このいろんな役者さんが5日間で出てきたんですけど、うんうんうん、ちょこっと実はねアメちゃんも出ましたね実はもうよく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 見てくださった方だけわかるポイントに出てますね。ちょこっと出てますね。まあどのあたりかは申し上げませんので、皆さん見ていただいて、皆さん見つけてください。見つけたらね、こちらまで送っていただけたら、いや何を送るんだろう、何も言えない見てください、インスタグラムとかに、うん、それも初めての体験でしたもんね。そうですね、映画に出演したことはないですね、うん、まあ自主映画ですけどそうですよね、もちろんもちろん、うん、あとほらもうカメラなんで全部のシーンをご覧になってるんですけど、はいはい、なんか個人的にまあこのシーンっていうのはちょっとネタバレになるので、まあなんとなくでいいんですけど、で気に入ったシーンとかありました？なんかこのシーンがすごく印象的だったとか。そうですね、あー難しい印象に残る、ネタバレにならない程度ですもんね。そう、お店とか音楽もシーンもね少しやったんですけどね、うん、あーそうですね、うん、音楽はめちゃめちゃ良かったですね、あれは。あーなるほど、あれは結構だいぶ感動しました。うん、ピアニストの小野浩平くんが出たりね。うん、あそうですね、そうですね、うん、なんかすごい圧倒されましたね。ですよね、カメラしてて圧倒されました。ちなみに今収録日が今日が6月28日なんですけど、はい、1週間ぐらい前に小野浩平くんは実家栃木の未来大使に うんうんうん、なりました。なんかすごいのしてる。僕も昨日一昨日聞いてびっくりしました。未来大使、未来大使、なんか未来大使だったと思うんですけど、なんかね、本当すごいなと思いましたね。すごいそんなすごい人も出てる映画っていうことで、ね、やっぱそう出てる人が活躍してくださると嬉しいですね、うん、こちらとしても。そうですよね、うんうんうん、多かったもんね、今回30名ぐらいいましたもんね。いやめちゃめちゃ多かったでしょ、役者さんびっくりしましたもん、うんレンさんの印象残ってるシーンはないんですか？僕は全部印象残ってます。ほら、難しいんですよ。まあ、もともと私も音楽やるので、まあ音楽はすごい好きなんだけど、うん、まあだけど、ねえ、やっぱり助けて、やっぱり皆さんが助けていただいたので、何にしても。うん、まあ、どちらかというと僕の場合は皆さんをとにかく楽しくするというか、笑わせたりというか、うん、まあ、あえてわざとに古い時代のギャグを言ったりしましたけどねあれもわざとだったんですね。あ、そうですね、みんなわからないだろうというところに2人ぐらいは絶対わかる人がいるので、その人たちがわかるんですあ、あとはちょっとわからない、あとはわからない、そう、何言ってんだろうこのおじさんそれもわざと、それも計算して、うん、そうそう、レンさんでございます。うん、楽しかったですよ、ほんと。大岡アメちゃん、もう今、神奈川で生まれ育って、はい、
今後の何か目標とか夢とかあります？今後の目標はもう今自分が立ち上げた会社を大きくしたりとか、うん、まあ、ライブ配信を通じてね、まあ、いろんなお仕事とかにも出会ったので、まあ、イラストとか、まあ、自分のね特技とかとにかくやってみたいなってちょっとでも思ったことをこうやってみて挑戦するみたいなのが目標かな、うん、あ、なるほどなるほど、はい、なんか他に趣味とか特技とかあります？絵を描くこととライブ配信以外に歌あ、歌は好きですよ。あ、なるほど、うん、はい、でも、ね、なんかそんな歌手とかは目指したこと特にないので、歌歌って絵描いてライブ配信して、あと、あだ、私教育学科に大学生の時行っていたので、うんうん、まあ、なんかそういう子どもたちへの教育とかそういう分野に関われたら結構嬉しいかもしれないですね。あ、なるほどですね、うん、子供たちがね、うん、子供は好きですか？いや今いきなり台本にない台本なんていうか質問ちょっと今びっくりしましたねいやだから僕もなんかいきなり何質問したんだろうと思ってまあだけど可愛いですもんね、これもね。まあまあ可愛いなとは思いますけど、まあわかんないですね。まだ23歳。犬の方が好きかもしれない。ワンコの方がね。犬可愛い。そう、犬飼ってんですよね、亀井さん。犬飼ってます。ポメラニアン飼ってます。うん、なんか今のやりたい やることで全部発信することじゃないですか。口を使ったに、うんうん、しても、あ、絵はちょっと違うか。なんかこう発信するのが好きなんですかね。なんかぼーっとしたり、なんか海でこう浮いてたり、なんかぼーっとなんかするのってなんか好きそうに僕は感じるんです。めちゃめちゃ大好きです。めちゃめちゃ好き。そんな気がします。ぼーってするのが一番好きまでありません。活動的に見えてインドア派ですもんね。あ、もう全。でもレンさんがおっしゃる通り、もう全くもってインドアです。うん、インドア派ですもんね。はい。うんうんうん、なるほど。そうですね。声優もしましたもんね、ちょこっとね。あ、そうですね。レンさんからご縁いただいた時に一番最初に仕事させていただいたのがね、捨て猫シナモンの。はい。あと絵本もありましたもんね。ゼルの幸せ国の中。あ、そうですね。ゼルの幸せ国の中。ありましたね。そう、そうそう、何の役？馬。馬。そうですね。ここにいる。白馬の役です。あ、確かズオンですね。ズオンです。ズオンの役をしてます。そう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 。そうなんですよ。これもね、まだエピソード1なんで、5まで書いてるんで。早く出したいです。これね、今エピソード1ゼファーの襲来。そう、ゼファーの襲来なんです、うん。これも続編が。そうなんです。この書くの大好き。書くの大好きです。はい。想像することはじゃあクリエイト、想像することも好きですか？ですね。文はなんか作品とか物語とかそういうのは？あんまりできないかも。ああ。あ、絵だけですね、クリエイトができる。あ、なるほど。あ、じゃあまたあれですね、次を作りましょうかね。あなんかまた絵本でも頑張って自分でも文章を書いてみたいなとも思ってます。あ、そうですね、それもいいですね。はい、僕が骨組みだけ書いてそれを料理するのもいいかもしれないですね。あ、もうそれはもう最高ですね。うん、まあ全部やってもいいんですけど、もういきなり降ってくるので、もう氷かなと思うか、氷かあられかなみたいな感じで突然ね、この夏に暑い時にたまに降りますもんね、氷がね、どっかで、うんうん、あんな感じですよ、いきなり降ってくるいきなり来てちょっと書き留めとかないと忘れちゃうから。そうそうなんですよ、うん。まああとね、今からちょっとね、うんうん、やろうかなとちょっとね話してますもんね。
YouTube、はい、あれとか、まあもう一つね、ちょっとビジネスをやろうと思ってね、本当にもうレンさんと一緒にいると本当いろいろな、なんだろう、ことに挑戦できるのですごく、うん、まあ大変なんですけどすごく楽しいです。多分ね、僕は次から次へとどん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 、あの一個が終わる終わる時に次のものを作っているっていう。たまにね、多分疲れると思うんですけど、本当すみませんね。いえいえ、頑張って追いつけるようにします。はい、なるほどなるほど。もう少し時間があるんですけど、なんかその今、うん、なんで、あの今回とりあえず9月10日にね配信されて行くんですけど、もうね次の作品も作りたいな、次の作品っていうか、まあ次の続きになるかのか分かんない、なんか作りたいなと、あのもうすでに思っております。すでに、あ、もうそれいいんですね。言って言ってっていうか、まあ思っていますね。思ってる、また次のバージョン作ろうかな。早い、まだ編集もまだ全然終わってないんですけど、ね、まだ第一作目の編集終わってないけど次を考えてると。それってあんまり良くないですよね、本当ね。いつもね、もう手なんですよ。いいんじゃないですか、でもスピード感があってすごく。うん、仕上げる前に次は次に行くという。早い早い。うん、いやー、まあだけどね、本当大川あめちゃん、カメラもできて、モデルもできて、ね、絵も描いて、まあこれからですけどね、ライブ配信して、まあいろいろ活躍していっていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、皆さん本当覚えていただいて、大川あめちゃんなのでよろしくお願い、よろしくお願いします。はい、では最後に、はい、好きな〇〇シリーズをおっしゃっていただけますか。もうちょい時間があったんで、好きな食べ物とか好きななんとかとか、あれどれだけたくさん言えるか、じゃあ、あと1分間あるので、好きな、どうぞ。好きな食べ物はイチゴです。好きな、あ、犬はチワワです。はい、今2つ。え、好きな、え、季節は春です。はい、はい、よ、3つ、はい。好きな花は桜です。うん、え、まだたくさんあるよ。好きな、難しい。好きな色。好きな色、ピンクです。ピンク、うん。好きな香り。好きな香りは金木犀です。お、金木犀の香り。あ、なるほど。なるほど、なるほど。好きな自分の、あの、体の部位はどこですか？歯ですね。あ、歯なんですね。あ、なるほど。はい。はい、2つぐらい言いましたね。じゃあ、よかったよかった。いきなりね、こう、めちゃくちゃ動くする癖がある。ですよ。じゃあ、皆さんね、本当ありがとうございました。今日大川あめちゃんでした。またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、引っ込み思案でのんびり屋さん、不器用で成績も悪く不登校、そしていつも一人ぼっち。でも彼女には一つだけ好きなことがあった。それは絵を描くこと。どんな時も自分の力を信じて、夢や希望を諦めないで。すべての人に送るノンフィクション映画、出会いは奇跡。愛する
ままで大丈夫だよ。二人で見た夜空に光一つ、歩いて行こうよ、手をつなぎ、流れ星に誓うよ、明日を信じ、どんな時もそばにいる。嬉しい時笑顔の数が溢れるよね、空にたくさん。悲しい時涙の数を分け合ったね、希望に変えて。二人で聞く雨音、雫一つ、歩いて